にゃ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 どうも洋服を着た猫です。今日ねちょっと珍しく私服なんですけども、今日はですね僕がいつも週に3回通わせてもらっている神保町のハイテクスポーツ塾、僕がね日本人の時から通ってますから、30歳の時から通ってるから14年間通ってるマラソンに特化したスポーツジムなんですね。その名もハイテクスポーツ塾、まあこういう感度っていうねこうランニング鍛えるやつとかねマリノとかね、あれこの中にね低酸素質っていう都内の神保町にもかかわらず標高3000m ぐらいの酸素の薄い部屋があるんですけど、そこでまあ鍛えるんですけど、注目すべきはね見てくださいこれ2022年1月ね自己記録更新者、うわーってこれすごいです。これだけの人が達成してるんですよ。まあ僕も走ってますけどね、ハイテクハーフマラソンでね。でねこれどうしたらこんなに自己記録を達成するのかってね、このハイテクスポーツ塾のスタッフさん、元実業団ランナー小川ミーナさん、ちょうどいらっしゃいます。ミーナさんよろしくお願いします。小川です。よろしくお願いします。小川ミーナさん。元実業団ですね、はい、僕たちでベストタイムでちなみにどのぐらいですか？2時間28分47秒。時間28分ですか？猫さんが2時間27分48秒です、はい、私28分47秒あ、まあまあ大した女子ですからね。いやいやいや、もうすごいで、今は山の神ですよね。いやいや、実業団競争が何連覇してるんでしたっけ？3連覇ほら、はい、いける伝説ですよこれは。で、ミーナさんもここでスタッフやられてるんですけども、はい、こういうね、もうすごい海線山線のスタッフの方がね、たくさんいらっしゃる中で、はい、ちょっと聞きたいんですけども、はい、これ、ね、久々にレースがありましたけども、はい、こんなに自己ベスト達成する、これ秘訣って何なんですか？はい、秘訣は、それ今25名の方が、はい、名前あるんですけど、全員ハイテクスポーツ塾の会員さんになります。はい、でまあ、皆さんさっき猫さん説明あったように、うん、フォームと筋力と心肺機能を強化する練習塾のマシンを皆さん月5回とやられて、みんな真面目に通って、あとは練習会もあるので、はい、まあ、そこで週に1回あるので、はい、そこでみんな参加して強くなっている方がほとんどですね。初心者の方からランニングを始めるのはちゃんとコーチがいらっしゃったらメニュー作ってくれるんで、はい、ここではだからすぐに伸びるんですけど、はい、何年も通ってて伸びる人って結構珍しいです。なかなか難しい。ここがね大事なところなんですね。そうなんですよ。ミー1時間11分45から1時間9分6秒2分半。会員さんとかも女子の方で年代別4位。そうなんですよ。1時間26分17秒から22分56秒、だから3分以上早くなる。4分か、4分ぐらい。結構この24分ぐらいから上に行くのって壁があるじゃないですか。あるよ。一回伸びなくなる、諦めちゃうんですね。そこをポーンと、まあ、猫さんもそうだと思うんですけど、はい、行ったのがやっぱこの辺りはそれなりのレベルからさらに行ったっていうのが、うん、まあすごいなっていうのも。その秘訣は何ですか？やっぱり真面目に伸びない時もコツコツと継続することが大事ですね。猫さんもそうですけどね、はい、でそういう時には怪我もあったりとか、まあ、練習がうまくタイムが伸びないとか、まあ、今なんかね大会なくなっちゃったりとかあると思うんですけど、そこでも諦めずに日々継続することはやっぱ長距離が大事、うん、ここに、ね、名前ある人は皆さんそういう時も諦めずにやられた方がやっぱ結果に結びついてるのかなと思います。ちゃんとコーチがいてハイテクスポーツ塾でメニューも作ってくれるし、ね、管理してくれるから、はい、立地条件もね、うん、神保町で皇居まで1キロぐらい、1キロなんですよ、ね、シャワー室も綺麗でたくさんありますし、ストレッチの部屋とかね、はい、ありますし、まあ、アクセスもね、はい、結構神保町はいろんな路線出てるので来やすいので、はい、はい、ぜひね、もし早くなりたいという方はですね、ここ神保町ハイテクスポーツ塾に、はい、ね、ここに名を連ねてください。体験もありますからね、はい、無料体験もあります。 ありますのでぜひお越しください。概要欄に貼っておきますので、はい、それでは今日はゲストは山の女王小川美奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。にゃ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 に